はい、納豆好きな、俺の、ネチャネチャ動画、今回は、こちらです。オカメ納豆シリーズまた、すごい納豆 S903、納豆菌の強さを味方にということで、これ食べたことないんですよね。あ、で、これがね、高かった。これ、3個入ってるじゃないですか。これ200円ぐらいですね。うん。シールド乳酸菌入りタレからし付き、極小粒の 40g×3 で、合計 120g ということです。うん。え？あ！これ賞味期限切れてんじゃん！やば！4月19日。今日21日なのにもう2日切れてんだけど、笑った。意外とあれだな。あれおかしいな。こんなに持たない。ああ。あ、持たない。あ、これ持たないんだわ。これだけ持たないんだわ。同じ、時に買ったやつ、24日までとかだから、これ持たないんだな。ああ。これが一番やっぱ持たないんだろう。おそらく。ああ。で、販売者、タカノフーズ、株式会社、となっております。じゃ、こちらもね、2パック食べていきましょう。今朝です。朝です。あ、昼だけど。昼だからな。これできればあれだな。賞味期限内が良かったな。まあ、納豆はあれですから。もともと腐ってるから。大丈夫だろ、賞味期限なんて。たかが知れてんだよ。消費期限じゃなきゃたかが知れてんよ。実際。消費期限じゃなきゃたかが知れてんだよ。うぅ、しょ。でもね、やっぱね、賞味期限切れてる納豆はね、やっぱ若干ね、粘りがね、弱い。うん。粘りが弱いんだよ。こんなに持たないとは知らなかったわ。高いからあれだ。高いからちょっと賞味期限が短いみたいな。それでは、混ぜていきましょう。だいたいこの混ぜる時間が、だいたいね、俺の場合、100回転ぐらい。少なくとも100回転以上させるっていう、納豆を食べる上での、俺の、まあ、ポリシーみたいなもんですね。うん、やっぱりね、ちょっとね、若干こう、粘りがないような気はするね。これはあれですね。後で、新しいやつ買って、で、同じ、レビューで、もし、星が、ね、違ったら、レビュー、塗り替えますんで。タレの味が、やっぱ問題。なんかあれだな、これ。あれ？このタレもしかしてなんかねっちょりしてる。ぬるっとしてるな。粘性があるな、これ。さらっとしてるタレじゃないな、これ。ぬるっとしてるタレだな、これ。なんか、メープルシロップ的な。感じあるな。見た感じ。粘性が強いですね。あ、これタレの味もかなり重要だからね。
納豆はね、うん、まあ人の好みにもよるんだろうけどね、結局人の好みにもよるんですけど、あとこのからしですね、からしを使うかどうかもこれ人の好みなんで、俺絶対使うんです、絶対使うのか、なんで使うかってもったいないからです、それ以外にないんです、もったいないから使うんです、うん、別に辛いとか、あの、辛子自体そんな辛くないんですよね。うん。だから辛いのが好きやから入れてるとかじゃなくて、あの、もったいないです。ただの貧乏症です、ね。それでは。とりあえず納豆だけいただきましょう。いただきます。うん。あ。ん？これ圧倒的に、あれだ、国産大豆のタレと違うな。すげえ甘い。これすげえ甘いぞ。これ、あの、以前の国産大豆のやつよりか、さらに甘いな、これ。甘い、甘タレだな、これ。さてと、見てみましょう。すごい納豆 S903。乳酸菌入りタレだって。あ、乳酸菌入ってんの、このタレに。道理でなんか粘ってると思った。ね、ぬるっと、あの、粘性があると思った。はっはぁ。納豆菌の強さを味方にをコンセプトに、美味しさも体も満足できる納豆です。でご飯にかけていただきましょう。あ、やっぱあれだな、これ。俺ぐらいの納豆マニアになるとわかるけど、これ賞味期限切れてるから。あ、こうくくね。粘りは少ない。自社所有の2000種類以上の納豆菌から選び抜いた健康サポートする、特許の、菌です。S903 納豆菌。添付のタレは、森永乳業過去株式会社のシールド乳酸菌を100億個配合してますだって。マジで？え、ただでさえあの、ただでさえ納豆菌が強いのに乳酸菌も入れましたみたいな、100億個。これでも、あの、納豆菌 VS 乳酸菌になって多分納豆菌が恐ろしく強いんで、あの、菌の中で、あの、最強レベルに強いらしいんですよね、納豆菌がね。だから乳酸菌も死ぬんじゃないのかなと思いますけどね。うん。納豆菌と乳酸菌のダブルサポートで毎日の生活を応援します。過去、シールド乳酸菌は森永乳業過去株式会社の登録商標です。だから連携してんだね。だから高いんだな。うんうん。間違いない。
添付のタレは、かつお節、昆布、煮干しの3種類のエキスと4種の醤油をブレンドし、コクと旨味のある味わいに仕上げました。でも乳酸菌はありがたいですね。俺特に便秘がひどいんで。便秘になったかと思ったら下痢になって、1週間下痢で1週間便秘みたいな。それを交互に繰り返してる。どうなってるんだ？という感じですけどね。で、この粒が、そうですね。一番売れてる極小粒っていう、おかめ納豆の、それと同じ、大きさの粒です。大きさとしては、ね。で、問題なのはタレですよ。タレが、まあ、これ乳酸菌使ってるタレなんで、タレっていうか、タレなんで、高野フーズ株式会社さんの、納豆の中でも唯一の、これにしか、タレ、これにしか入ってないタレですね。タレの種類でもいろいろあるんですよ。全部でタレの種類が、4、4、5で、9、10、11、12種類、タレの色、味があるんですね。で、その中で、まあ、唯一ですね。乳酸菌入りタレ。まあ、ここで一つの疑問ですけど、だから、納豆菌と乳酸菌というのは、喧嘩しないのかって話ですね。喧嘩しないのかって話。まあ、これは俺がちょっと調べてみますか。よくある質問とかに書いてあるかもしれない。書いてないな、これ多分。他でもよくあるじゃん。よくある質問とか Q&A とかさ。俺がさ、知りたいものに、その Q&A に乗ってた試しがないっていう。これ多分俺の運が悪すぎるんだと思うんですけど。Q&A にね、絶対乗ってないんですよ。確実に。俺未だにね、一回も当たったことないですね。Q&A で、よくネットとかで、Q&A ってあるけど、絶対に乗ってない。もう10年以上パソコン使ってますけど、一回も乗ってると試しがない。あと、あれですね、Windows の、解決策を探しますかみたいなやつで、Windows 7 の時だったかな。なんかね、解決策を探しますかみたいなのがウィンドウ出てきて、で、それ探しますっていうのにクリックすると、一致する条件が出てきませんでしたってなる。は？Windows 10のやつだと、今10使ってるんだけど、まあ、ウィキ、ググってくれるんだよね、多分ね。解決策をね。だからだいぶマシになったんですよ。Windows 7はね、あれ、何のためにあったのかっていうのわかんないですよね、あれが。解決策が出た試しがない。
Windows 7、6年間パソコン、その Windows 7使ってきましたけど、一回もね、あれの解決策が出た試しがない。あれ、俺が運が悪いのか、そもそもあのクソみたいな、マイクロソフトの意味不明な、ビル・ゲイツのクソ野郎が、意味不明な、無駄なね、システムを入れたのかわかんないですけど。まあ、とにかく一回も当たったことないですね。うん。で、これも、書いてない。うん。なので、こういうのは、お客様相談室、フリーダイヤルで。あ、これフリーダイヤルあんじゃん。やはり、今日土曜日、今日日曜だ。あ、ダメだ。平日9時から17時だって、ダメですね。あ、ありました。よくある質問。賞味期限が切れた納豆食べられますか？期限を過ぎると風味が落ちたり、匂いが強くなってきます。いずれも本来の風味は損なわれてしまうので、お召し上がりいただくことをお勧めしません。うん。と書いてあります。で、あとは、常温で放置してしまった納豆について。まあ、納豆菌ってかなり強いと。なので、もうぶっちゃけ逆にお前納豆菌増やせばいいんじゃねっていう。んで、常温で24時間ぐらい、放置したらどうなるのかって話なんですが、これが、下手したらやばい。今見ました。書いてあります。10度以上の長期間さらされますと発酵が進んでアンモニアが多く発生しますって書いてあります。んで、納豆の再発酵が起きるとアンモニア臭が発生します。よく匂いを確認してアンモニア臭がしなければ、再発酵してない可能性が高いのでお召し上がりいただけます。アンモニア臭が発生した場合、この匂いは体に害のあるものではありませんが、美味しく召し上がりいただけない場合が多いので、冷蔵品をご賞味いただくことをお勧めします。ほほー。つまり、アンモニア臭はするけども、ね、害はないって書いてあるんで。30度で保存しても。ただし、圧倒的に、30度で保存した方が、圧倒的にアンモニアの量が半端なく上がってる。うん。とんでもなく上昇してる。24時間でね、冷蔵庫で保存したやつよりも、冷蔵庫で保存するとだいたい5ぐらいです。いや、10ぐらいですね。24時間冷蔵庫で保存したら10です。アンモニアの量。が、なんと、30度で保存したやつはですね、なんと80ですね。8倍になってます。で、アンモニアっていうのは、一般的には非常に、メジャーというか、体の中にありますからね、アンモニア。まあ、便ですね。うんちに大体アンモニア臭がするっていうのは、あれは便です。便に含まれてるからです。だから、これ実験しましょう。うん。24時間、放置しておきましょう。うん。何事も実験だ。うん。乗ってないですね。ので、
質問します。メールで、メールで質問です。あれ。やっぱり多分夜7時ぐらいから 10時ぐらいとかそこら辺のあのゴールデンタイム的なそこっすね。先ほど話したんですけど、そういうことすごいですね。時代がそれ改善できるように乗り継いで考えたので、ちょっと楽しいんですよ。あ、どうもありがとうございます。で、じゃあその確認で、今受信機を呼んでますか？ビールしたい。はい、ビール。はい。じゃあ、ビールで6ビール10ビールサービスから始まるように入っている。ちょっと楽しみです。あ、分かりました。ビールとか。あ、はい。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ははーニューロ光からです。昨日も来たんですけどね、なんかね全部の部屋に回ってるあのピンポンピンポン鳴らす人、あれ基本なんかこうヤバい系のやつだったりね、宗教だったりとかするんであんま無視してたんですけど、あの今の俺の光回線のニューロの光のなんか整理、うん、最近ニューロ光のあの人がすげえ増えてて、結果としてその繋がりにくくなってるっていう、でそれの整備があの来週来月ぐらいにまあするんで、改善をね、多分すると思います。言ってました。うん。確かにそうなんだよな。やっぱたまに、あの、7時ぐらいから、夜7時ぐらいから10時ぐらいとか12時ぐらいまで、あの、結局ネットのつながりは悪かったりとか、まあ、ありえますから。まあ、いいや。とりあえず実験で24時間置いておきましょう。だいたい部屋の温度が25度ぐらいですね。うん。だいたい平均今最近暖かいのに25度ぐらい。あれ？あれ？メールで質問的なのできないぞ。電話はあるんだよ。あれ？電話はフリーダイヤルであるんですけど、メールで的なやつはないですね。マジで？本当にないな、これ。あ、本当にないわ。ある意味珍しい。ね、ニコニコとかだと、あの、メールしかできないっていう。あの、クソ会社。うん。
なぜか電話ではできない、しかもフリーダイヤルでもない、まあそもそもない。ドワンゴの株式会社のあれですね、直接の電話です。ニコニコ動画ではなくて、ニコニコ関係じゃなくて、もうドワンゴに、やんなくちゃいけない。これあれだな。明日あたり電話しよう。今のうちにも電話しとく。今のうちに電話しとくんですよ。03-07-10。こちらは中野フーズお客様相談室でございます。電話をおつなぎいたしますので、しばらくお待ちください。なお、この電話は電話応対の品質向上とお問い合わせ内容などの確認のため録音させていただいております。ご了承ください。フリーダイヤルでおつなぎしますのでお待ちください。え、繋がってんだけど。ありがとうございます。あ、びっくりした。高松の高野フーズでございます。誠に申し訳ございませんが、受付時間は平日の朝9時から。びっくりした。長かったな。それまで長かったな。絶対、後でこう、ね、ダメになるん、速攻ダメになるとかじゃなくて、フリーダイヤルでお繋ぎしてますって言ったから、びっくりした。今日日曜なんだけど。まあ、とりあえずこれで履歴を残しとくって。スマホの電話機に履歴を残しとく。ということで。まあ、これは、まあ値段高いけど、まあ乳酸菌ですからね。タレにシールド乳酸菌が100億個入ってて、で、納豆には S903 の納豆菌っていうのが入ってると。ということです。値段200円ぐらいだったんだよな。そこなんだよな。ちょっとでもちょっと高いんだね。まあ味は、まあまあまあ。まあ特に買わない普通ぐらいですけど。だからその相乗効果ですよね。だから単体で食うのと、ね。じゃあぶっちゃけ納豆と乳酸菌のヤクルト飲んでればいいんじゃねっていう話なんですよ。うん。だからカクテルと同じく、何かと何かを混ぜたことによって、その一緒に食べた時よりも、いや、一緒っていうか、単品で食べた時よりも、別の味に変わって、うまくなってると。これがカクテルの、凄さ。つまり、相乗効果ですよ。ここは10。こっちが10、あ、こっちも10。両方10です。足しました20です。
ね。いや、でも、これを足すことによって30になりましたっていうのだったらわかりますよ。うん。でも、それが、まあ、とりあえず証明できない。まあ、現在、まあ、まあ、明日電話しますけども。そうであれば、単品で買った方がよくねって話なんですよ。うん。多分そっちの方が安上がりなんですよ。まあだからとりあえず、まあ三つ星ぐらいに。うん。ご視聴ありがとうございました。